上部大学男子サッカー部の監督に就任する元日本代表の田坂和明さんが今日記者会見に臨みました。本当サッカーをツールにですよね。あの彼らの人間形成を今までの経験で手助けしてあげればと思いますし、上部大学のサッカー部っていうところであの頑張っていきたいなと思います。 上部大学男子サッカー部の監督に就任する田坂和明さんは52歳現役時代は日本代表として国際 A マッチに7試合出場し引退後は J リーグの清水や大分で指揮をとりました現在上部大学の監督を務める植木重春さんとは J リーグの湘南時代監督と選手の間柄で今回公認を任されたということです 田坂新監督は主にトップチームを指導するほかビジネス情報学部の准教授として週5コマほど講義も担当するということです会見では J リーグでも大切にしてきたサッカーを通じた人間育成に励みたいと意気込みを語りました146人の部員が所属するサッカー部は現在 4部にあたる埼玉と北関東3県の関東大学サッカーリーグノルテに所属していて、一部から3部までの関東リーグ昇格を目指し、新たなスタートを切ります。人として、あの周りの人から愛されるとか、地域の人に愛されるとか、愛されるチームになるとかっていうところは、あの学生生活でね。あの、そういうところをみんなと共有しながら、うん育んでいければなという風に思ってます。